はい、インスタントジョンソンジャイです。それでは MJ 打っていきたいと思います。お願いします。皆さん、チャンネル登録、高評価、ありがとうございます。コメントも全部見てますんでね、もしよかったらなんかいろんなご意見とか、参考にしますんで、どしどしご応募ください。はい、トン一曲、ペーチャですね。はい、言及対決なんで、まあここら辺はまあ MJ 特有といいますか、まあトップを取ることよりもこの何ですか、言及対決っていうのが大事になってくる。ちなみに、位が上がりまして魔人になりました。そしてちょっとアイコンも買いましたね。ケルベロスにしました。はい、さあここはまあ一見ちょっと本一狙いたいんですけれども、ウーピン、ドラのウーピンがやっぱあるので、まあ本一よりも普通に、まあなんていうんですか、メンツってというか、まあここら辺だとまあチーソー引いてピンフ系、ここら辺は難しいですね。まあちょっとペンチャン嫌っていきましょうか。最終的に完治層待ちにするのもあれだし、この段階だとちょっと一通も見たいところですよね。スッチーピン引いて、まあ、チーワンキューワン引いて、リピン一通ドライチみたいな手を、目指したいです。まあ割と、そうですね、周りはちょっと、神茶がですね、まあパーワンチーワンと手出ししている感じで、ちょっとまあチーという風にも見えなくないですね。リーチ、はい、リーチ来ました。パーピン、パーピンを捨てているのにパーピン手出し、しかもチーピン切ってる、どうですかね。あ、Q1 来ました。これでまあ1通目が見える。ちょっとピンズが怪しいんですけども、ちょっとここは当面の敵に、このウーピンローピンあたりがちょっと切りづらいっちゃ切りづらいんで、ここはちょっと相手親ですし、ちょっと受けます。まあ裏目になりましたが、はい、まあドラが通ったんで、もうここもやっぱ受けですね。ちょっと弱気ですけども、できればなんちゃに打ってほしいっていう感覚でしょうか。さあ、まあペイが取ってるのでとりあえず振り込みはない状態です。はい、ローピン、完ローピン待ちでしたね。まあドライを使い切って6球ピンにしないで、カノピンにしたという形でした。まあちょっと気持ち悪い、やっぱパーピン出だしの前順チーピン切っててのパーピンリーチなんで、ちょっとまあ6球ピンは結構濃厚かなっていう、要はパーピンを早い段階で切ってるのにパーピン手出しというのが、まあ割とちょっと、まあ6球ピン入っちゃってのリーチもあるんですけれども、周りは基本的にはちょっと怪しくなりますね。さあ、まあ手牌は
そうですね、まああんまり高くなりそうではない感じではあるんですけれども、まあドラもないですし赤もないですし、やっぱドラも赤もないというふうになると、そうですね、なんか要は自分が持ってない分相手に持たれている可能性が非常に高いので、まあ基本的には相手が、ちょっと高めの設定というか、はい、いい射程になりました。下茶が両面チーですね。まあここら辺はまあ赤赤や、さあまあここは思い切ってリーチしましょう。はい、ここは真っ向勝負です。まあ下茶は残球から満貫までありそうですね。あ、まあはい、まあ出ました。まあリーチのみですけれども、はい、このなんリーボーが全曲流れたのでリーボーが溜まってる状態でのリーチのみですけれども、単純に点数と同じぐらいのボーナスがもらえるというのはなんかまあお得感はありますよね。さあ、まあ手牌は、まあこれは単品系ですね。マンズが伸びるかピンズが伸びるかソーズが伸びるかっていうところでまだちょっと決めきれないで、パーピン重なりました。これで、ニャンピンパーピンは、泣いていける形ですね。はい、いいシャンテになりました。まあここら辺はソーズが伸びたら、まあソーズが例えば数層とか来ると、差し子の3色も見えてくるので、あ、来ました。まあこれリッチにしましょう。はい、満貫確定です。まあそんなに、まあ読みやすい捨て牌ではないと思うので、まあツモに行きたい、積もってドライチに行きたいですかね。うん、結構やっぱまあ皆さん動画見てくれてる方ならまあ分かると思うんですけれども、スマホでやっていましてですね、ちょっと、まあ、老眼のせいなんですかね、捨て牌がちょっと例えばリアンワンとサーマンがちょっと見えなかったり、ロウソウとキュウソウが見えなかったりみたいなことが結構ちょっとあるんで、早く iPad 来てほしいんですけども、なかなか来ないですね。さあサブローはなかなか出ない状態です。まあまあツモをベースで打ってるリーチなので、これが仮に止められたり、あ、出ましたね。はい、マンガンです。まあ裏がパーピンとかだとハネマンになりますけれども、パーピンや、はい、乗る、はい、マンガンです。リーチ、まあこういうのは例えば、リーチして、仮に積もれなかったと、リーチしなかったら上がれてたのに、ダマだったら出てたのにみたいなことは基本的になんか考えなくていいような気がしますけどね。やっぱり状況状況でリーチするかダマにするかっていうのはあるんですけど、結果論はそんなに結果論を気にしちゃうと麻雀自体がブレてしまうので、そんなに気にしなくていいと思います。
はい、ちょっと、統一して見えます。で、まあ、ダブトンがあんこなんで、あの、まあ、例えばローソーとかスーアンとかもう、もう動いていける状態ですね。あ、これはちょっとスーアンコ狙いたいですね。ここで例えばリャーマン来て吐く、あ、もう泣いてきます。もうトイトイ決めます。変にここでカンサーマン町の色気を捨てて、でここで例えばあのハクとかが来たら、お、本一で、まあ、あのソーズの方が場に安い、マンズが高いので、ちょっと老僧の方に来ました。でここは安全度の比較で数番から先切ります。でここでさらにですね、あ、出ましたね。ちょっともうここからの手代わりはないですね。まあ2イーソー、まあ点数的にはちょっと狙いたいところですけれども、まあこの点数なんで十分です。は、出ました。はい、いい手ですね。はい、はい、おやばい、出ました。はい、ということで見事トップ取れました。ありがとうございました。ライバルから言及がもらえます。そうですね、まあ、まあダマでいくかリーチでいくかって結構まあ難しいポイントなんですけれども、まあ僕は割と、リーチすることが多いですね。結構リーチして出なかった、流局した、あ、リーチしてなかったら出てたかもしれないのにっていう人は、逆に言うとリーチしなかったばっかりに、例えばハネマンが残球になってしまったとか、そういうこともあるので、まあ場面場面によってまあ難しいんですけれども、こういう手はリーチする、こういう手はリーチしない、で結果論を、そんなに重要視しないということが意外と大事かもしれませんね。